ユセイテツは、ソ連、北朝鮮の軍人、朝鮮人民軍の中将、ソ連派、朝鮮戦争時、朝鮮人民軍の第一副総参謀長、作戦局長を務め、南進命令を果達した。ロシア名は、ボリス・パブロビチ・ユエンイ地方、スイフンスキー地区チャピゴー村出身、ウラジオストク教育大学附属進学予備校を卒業し、専門紙の食事校、 正犯行として働いた。その後、クズロルダーに追放され、レーニンの騎士の歌手人となった。1939年から1941年、他士県との教員再訓練課程の長考生。1941年、赤軍に招集され、1942年12月にソ連軍偵察学校を卒業し、極東ソ連軍に配属された。 ウラジオストック付近の極東軍偵察隊に配属され、1943年に朝鮮国内にスパイとして潜入。工作に失敗して帰還すると、9月から第88独立狙撃旅団経理中隊に配属され、近日生のロシア語通訳となった。1945年9月、第88旅団隊員と共に、 ソ連軍船のプガチョフ号に乗船して9月19日に、元山港に入港。1945年10月、平安南道警備司令官ムルジン大佐の通訳。1946年7月、中央保安幹部学校戦術学部長。1948年、中央保安幹部学校軍事副校長。同年9月、民族保衛省作戦局長。 1948年から1958年、朝鮮人民軍第一副総参謀長、作戦局長、中将。1950年6月25日、南進開始の合図となるロケット弾の発射命令を、下達した。1950年7月、強権が戦死すると、中将に昇進し、総参謀長代理に任命された。1951年7月、 総参謀長南ンが、急戦会談に出席すると、再び総参謀長代理に就任。1956年半ばから1958年9月まで、ソ連軍参謀本部軍事アカデミーに留学。帰国後、思想検討委員会に、自己批判を要求されたが拒否したため、思想調査を受け、作戦局長と中将の階級を剥奪され、住居も取り上げられた。 粛清の危機を感じた湯は、唐にソ連に戻って暮らすという嘆願書を送り、これが許可され、1959年12月、ソ連に帰国した。ソ連帰国後、年金生活に入り、他市県都で暮らした。1996年に死去。北朝鮮の国旗勲章、自由独立勲章、モンゴルの赤旗勲章を受賞。ありがとうございます。